ラストの曲になりました。もう一曲まだやるのかいっていう話かい。ラストです、ミートボイル、これで8曲目、あとの皆さん大体4曲ずつぐらいかね。だよな、うん、2巻目1曲減らそうじゃあ、ラストの曲は、キスギタカオ。行き過ぎかもしれない。一般的には薬師丸ひろ子の方が有名ですね。セラフト危険獣というタイトルで言いましたが、キスギタカオのタイトルは夢の途中っていうね、1981年、まだ生まれてない方もこの中がいらっしゃることはないよな。もうとっくに成人してる人ばかりだったと思いますが、夢の途中を過ぎた。
それでは次の出演者の準備をしています。間休憩になりますので、トイレ行くならいいです。